じゃあ始めてもいいですか。はい、よろしくお願いします。はい、お願いします。ちょっと待って、音を聞きながらやりたいから、うん、じゃあ行きます。はい、ちょっと待ってください。タニーの月が見える箱庭、皆様ハイタイ。時刻は夜の25時を回りました。この番組は金曜日の夜更かしをコンセプトに番組をスタートしています。なお FM ギドマンの収録放送となっておりますが、ツイキャス、 YouTube アーカイブ、リアルタイムではスマートフォンアプリリッスンラジオ、車やご家庭のラジオにてお楽しみいただけます。公式インスタ箱庭アンダーバー527にてメッセージやリクエストなどを募集しております。 FM ギノワンのメールアドレス797@fmginowan.com にて件名箱庭と添えてメッセージをお願いします。お好きな場所でお好きなドリンクとフード楽しみながら約25分間お付き合いください。ということで、トニーとマナミンさんとやっていきます。お願いします。今回はもうね、ツイキャスではね、わかると思うんですけど、ゲストさんをお迎えしております。はい、じゃあ自己紹介お願いします。はい、フミヤです。よろしくお願いします。お願いします。お、早速ツイキャスの方で来てます。んトニートニーチョッパンさん、まなみちゃん、ゲストで皆さんこんばんは。いいですね、トニートニーチョッパーさん。そうなんです。私の由来、実はトニートニーチョッパーからも来てるんです。そう。あの、フミヤさんは、はい、あの、そう、あの、私が今、ISB 個性心理学の、あの、イベントで活動してるんですけど、そこで、なんだろう、活動家の写真を撮って、楽しんでる様子を提供してくれるっていう、感じで、うん、そう、あの、あ、っていう感じで繋がったんですけど、雑いな。そう、あの、もともとね、あの、この写真一枚に収めて、それの楽しんでる様子とかを、あの、伝えてる方です。はい、はい。そういう方です。よろしくお願いします。そう。なんか、でも、なんで、その、カメラを、あの、なんだろう、活動、マルシェで、その、撮ろうと思ったんですか？そうですね。まあ、補足的に言うとですね、自分、無償でですね、マルシェとか、個人で皆さんがやってるイベントの写真を撮りに回ってるものなんですけども。はい。そうなんです。はい。それでですね、なぜこの活動を始めたかというと、なんか、普通に仕事してる人たちより、なんか生き生きしてたんですね。え、うん、すごい、なんか目がキラキラしてて、だから、そういう人たちをなんか写真に収めるのがすごく楽しいなと。あともう一つ思ったのが、その人たちが今頑張ってるじゃないですか。はい、その頑張ってる人たちの応援がしたいなと思って始めた活動の一環でございます。なるほど。はい。すごい。だろ？いつ頃見てそう。本当にすごい。本当にすごい。だって、実は私のこの ISD 個性心理学のアカウントがあるんですけど、あれのアイコン、はいを撮ってくれた方です。そう。なるほど。そう、そうなんです。めっちゃ、なんか、ニヤニヤしてるのあるし、あの人めっちゃニヤニヤしてるけど、そうそうそう。それも、背景もちゃんと、その、変えてくれてっていう、すごい、ありがたいかったです。いいですよ。また次、お願いします。そうですね。今の話なんですけど、うん、いつもの活動は、マルシェで参加されてる方を、接客してる雰囲気とか、うんうんうん、商材としてね、使いやすいものを撮ってるんですけど、うん、なんて言えばいいのかな、会場が許可を出してくれたら、自分が無料撮影ブースを作るんですよ。うん、はい。で、その無料撮影ブースで、うん、第一号のお客さんになってくれたのが、はい。ありがとうございます。やったー。わざわざ違うところから来てくれてね。そう、イベント帰りに、じゃじゃーんみたいな感じで。お土産持参で。はい、そうそうそう。いやー、懐かしい。あれももう1ヶ月前ですかね。あ、もうそれぐらいだね。はい、そうなんです。そういうこと。一回ごめんなさい、リクエスト曲流しても大丈夫ですか？ちょっと早いんですけど。はい、何でしたっけ？リクエスト曲の振り、曲振りお願いします。
何さんだった？ワニマ。ワニマさん。ワニマさんのやってみようをお願いしたいと思ってます。お願いします。で、なんでお願いしたかというと、はい、止まってるんです。ツイキャスが止まってるんですよ。やっぱなんか。通信も安定しているはずなんだ。ふみやさんが出るの楽しみにしてる人がいて。嘘。あ、そうか。嘘って。ツイキャス送りつけないといけないって。あ、なるほど。だから、そうそう。じゃあ動画も意識しとこうかな。お、かっちゃんさん。あ、来てます？ニヤニヤしてるよ。ニヤニヤしてるんです、このアイコン。あ、高坊さんからのセッション終わりました。あ、お疲れ様です。さっきセッションしてた人がリスナーさんが、はい、リスナーであり、まあ、パーソナリティなんですけど、そうそう、じゃあ土曜日の16時からやってる、はい、4時からサッカー愛をひたすら語るっていう、そうの高坊さん。あ、男性の方？あ、そうそうそう、男性の方です。そうそう、男女性の人はじちさんです。うんうんうん、なんか八一さんの別名があるのかなと思って。八一さん別名高坊さんみたいな。誰やねん。やってまおう。こんなすぐに長時間つけてると思う。持ってくんねや。なんかあれ機材切るみたいなあれになってそう。機材切る？機材切る。マスク、わかります？あ、一応これ防塵マスクなんですよ。あ、工場のマスク、おーね、すごい感じですよね。、はい、めっちゃなんか防備が本当にね、声あれですか、じゃあ声取る時のもう声を集中させるためのマスクみたいな。そうでもない、もうああいうほこりとか。あ、そう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 、あ、そういうことか、うん、へえ、すご。じゃあそろそろ曲が終わりますね。はい、やってみよう。短いんだ。そう、実はこっちで流れてるんですよ。だからね。じゃあ行きますね。はい。はい、ということで、ワニマさんのやってみようでした。っていう感じで。はい、ありがとうございます。やったー。今日、私のあるあるなんですけど、ゲストさんに当日に曲何がいいですかって。本当に無茶ぶりだった。そう、なんかみんな意外と音楽聴いてない、聴いてないって言ったら失礼だけど、困るんだなと思って、でも私も困るんですよね、いつも。そう、流したい曲がありすぎてっていうね、のが、そう、そう、え、何の話でしたっけ？そうだ、いつから、いつか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 らやってますか、この活動。活動的に今年の3月ぐらいから始めたんですけど、で、もともとですね、こういうイベント撮影っていうのはあまり好きではなかったんですよ。もうちょっとこの話は置いときたいんですけど、でもこの話を言っとかないといけないので言いますね。結局言いますね。仕事でこういうイベント、要はビジネス的なものとかはずっとやってきて、それを無償でやるってなんだろうと思ってたんですよ。あ、で、たまたまマルシェに参加する友達が、うん、お前来いよみたいな感じで言われて、マジで、あ、じゃあいいよ、行くよ、みたいな感じで行って、そしたら、ガラリとやっぱり違って仕事と、やっぱ皆さんがやってる、させられてるのと、自分からやってるっていう、やっぱこの違い。ああ、確かに。すごく、感銘を受けまして、じゃあこの人たちの、じゃあ私が何かできること何かって言ったら、やっぱ写真しかねえな、ことで始まった活動ですね。はい、おー、すごーい。あ、でもなんかわかる気がします。私もこの、ちょうど丸一年になるんですけど、この活動し始めて。うん、なんか、なんだろう。要は、簡単に言えば、なんか働かなくてももらえる給料っていう、わかります。仕事サボっててももらえるっていう、出勤して大金切れば、このもらえる給料ってよりかは、なんか自分がこの、動いていかないと、もらえないっていう、うん、
のでは全然なんかそのありがたさとかも重みも違くて、うん、そうそうそう、なんかちょうど1年前に辞める時と始めた時の時期が一緒で、うん、そう、辞めた時の給料こんだけかよって思ったけど、うん、自分で動いた時の初めての給料こんなにもらえるのみたいなっていうのをめっちゃ覚えてます。あのもちろんそのなんだろう、辞めた方の方が高かったんですけどそうそうっていう感じで、そうなんです、そう、あの感じ方が違うってことです。そう、全然違います。やっぱ自分で動いたからこそそれが稼ぎになるっていうか、うんうんうん、そうそうそう、だから自分にもこんだけ稼げる力があるんだなっていうのを本当にこの1年間で感じました。うーん、そう、そう、ありがとうございますなんかしかも取られないとわからないっていうか、なんかなんだろう、なんか意外と真顔で接客してるんだろうなって思ってたけど、あの写真にも見るとあめっちゃ笑ってるとか、なんかそうそう、なんかすごいその瞬間瞬間を撮ってくれるのでありがたいなって私は、はい、思いました。なのでイベントに私が出るイベントは全部なんかもう予防みたいな勢いでそうですね、いつもなんか頭皮来るみたいなこと聞きますもんね絶対来るよねでもなんか多分会って多分2回目か3回目ぐらいでそのテンションで行ってるからそうそうそう、そうね、でも楽しかったよね楽しい、楽しいんですよね。そう、結構ゆるりとしてるマルシェだったら結構おしゃべりとかもできはするから、うん、多分そこでその出会ったのが多分そこだったから、そうそう行けたのかなっていう。あ、確かに。そう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 。めっちゃくちゃ、なんだろう、マルシェの時間、まあまあ、だいたい1日だとして、うん、その8割ユタクしてたもんね。そうそうそう。まあ、結構、あの、あれなんですけど、ルビンちゃんのね、イニジチュラマルシェなんですけど、うん、そうそうそう。あっち結構ゆったりで、アットホームなイメージなので、そう、出店者もみんな、自分のものを、なんか、まあ、受けるっていうか、出店者が受けたりっていう、うん、そうそう感じで、もうあるから、うん、そう、もう終わったらずっと喋ってるみたいな。でもこの喋ってる時間も意外とね、うん、楽しいっていうのが、まあ、虹チラのメリットかなって私は思います。なんかこの出店する人たちでのなんかコミュニケーションもたくさん取ってるみたいな。あ、そうです、そうです、そうです。やっぱりその、なんかイベント出る中でも、なんていうんですか、終わったら終わりみたいな、もうなんか、なんていうかな。本当に忙しいマルシェだったら、周りに挨拶する暇もなく、うんうん、もう隣が誰かわからないまま、お疲れ様でした、みたいな、うんうんうん。そう、だけど、なんか逆に、そのゆるっとしたやつだったら、もう仲良くなれるから、この人がどういう思いでイベントしてるっていうのもわかるっていう、なんかちょっと裏柄を見えるっていうのが、私はいいなって思います。うん、そうです。おしゃべってないけど大丈夫大丈夫、大丈夫、大丈夫、大丈夫。そのしゃべってくださいって言ってしゃべれないけどさ。そう。あ、なんか、ラーメンの話しますそう。ラーメンの話するの、うん、いいよ。好きなラーメン屋さん教えてください。ラーメン屋さんの話ラーメンの。ラーメン屋さんか。ラーメンの味で。ラーメンの味にしましょうか。じゃあ、味だったら私、豚骨派なんですよ。おー、あ、でも自分も豚骨派です。広がるこの話。でも、寒い時は味噌が好きなんですよ。わかりません。寒い時は自分醤油派ね。なんでそこで分かれるとは思う。そこで分かれますね。そう、でもなんか塩は物足りない気がします。塩。でも塩は気分によりますね。絶対塩食べない。なんで塩美味しいよね。塩。最近私もなんか、前まで豚骨ばっかり食べてたんですけど、うんうんうん、塩ラーメンの美味しさに最近気づきました。だからですね、ちゃんと味を確かめながら食べてる方ですね。はい。あ、カープボーイさんが、エースコップ、あ、スーパーカップ麺美味しいですよね。めっちゃ美味しい。豚肝はね、美味しい。あれ美味しいですよ。あれは高校の思い出。高校の思い出。あ、もう、あ、じゃあ結構長い。あれで売られてるんですね。あ、そう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 。へえー。あ、でもなんかそれのカップ麺で言うんだったら、なんだったかな、麺作りの担々麺が一番。麺作りってなんかめっちゃいいやつじゃないですか。そう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 。でもあれ安いですよね。なんかお手軽に普通に買えるから。食べたことない。で、そう、担々マジ美味しいので食べてみてください。本当？はい。あの帰りに買ってます。帰りに。強制来たね。そうそうそう。っていう感じで、あの、あ、じゃあ、
もし、よければでいいんですけど、うん、どこに行ったらフミヤさんに会えますかね。どこに行ったら私に会える、直近の、なんか、出没場所とか、ありますか。出没する場所ですか。次ね。次。ちょっと待ってよ。あ、じゃあ、フミヤさんが、探してる間に、はい、自分の宣伝に正していこうかな。はい、そうですね、10月14日の月曜日ですね。浦添市の国立劇場のお隣にある結納町っていう建物があるんですけど、そこで結納マルシェに出ます。はい、11時から16時です。さっき来てって言ったけど違うとこに行くって言われました。残念、そう、残念。違うとこ行くんで、その日は名護にいるんですね。すいません。そうで、そう、イベントではないんですけど、16日の10時半から、はじちの戸締まりに出演します。はい。そうですね。ぜひ、さっき、はじちさんに会ったらセッションしてたんですけど、そう、出るので、ぜひ聞いてください。ツイキャスで。お願いします。何時？ 10 時半から11時の30分。AM です。生放送だからめちゃくちゃ緊張してると思います。で、そう、10月20日の日曜日に、半年ぶりになるんですけど、宜野湾市のレンタルスペースのプレイスってとこがあるんですけど、そこで、大人の文化祭マルシェミニをやります。そこで、なんか仮装してって言われたから仮装する予定なんですけど、仮装します。はじちさんのやつ以外は多分 ISD 個性心理学で、出てると思うので、ぜひ遊びに来てください。お待ちしております。お待ちしております。はい。では、次、フミヤさん。自分ですね。はい。キンキンですと、10月16日、南城市で行われる睡蓮という、あー、はい、ちょっとスピリチュアル系の強いイベントなんですけども、はいはい、そちらの方にお邪魔させていただくことになっております。おー、で、こちらがですね、ちょうど1年。1年。うん、周年記念。そう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 。になるので、はい。そこに呼ばれまして、はい、何をしたらいい？行くんですけど、ぜひご興味のある方はね、はい、していただけたらなと思っております。はい。以上かな？14日はいいんですか？14日？名護行って14日名護なんだけどさ、ちゃんとパンフもらってなくて。なるほど、なるほど。名護のどっかにいます。ぜひ遊びに来てください。はい、これはイベントですね。はい。確かに確かに。そうですね。北から南まで。ガソリン代安くなんないかねと思うぐらい。ああ、確かに。でもなんか意外と名古屋の方が安いですよね、今。ガソリン。そう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 。帰り絶対入れに行った方がいいです。よく。うん、ありがとう。か、16日の、でもあれか、南城市はコストコなんですけど、コストコも一応安いらしいですよ。ああ、安い。あっち安かった。カード持ってたらいけるみたいな。会員だったら。そう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 。渋滞に巻き込まれるの。ガソリンのために。あ、でもなんかあれらしいです。裏技的にはガソリンを入れたらなんかそのままその中に入れるからその渋滞に巻き込まれないみたいなこと言ってました。だから結構みんなガソリンを入れてそのままコストコの中に入っていくみたいな。やった、水田からちょっと遠いんだ。確かに南城市ってもう。二つしかないですから。上か下ですからね。そうですよね。うん。確かに確かに。あー、面白かった。どうでしたか収録。どうでしたか収録っていう聞き方ある？そうですね。超ざっくりした話しかしてなかったですけど、大丈夫ですか？全然、こんな感じで。全然楽しくさせていただきました。よかった。大丈夫かな、こっちも大丈夫かな、なんかあれですか、やってるんですか、インスタ。あ、一応インスタの方も、はい、しております。インスタやってる。後で、ツイキャスの方に貼っつけて大丈夫です。あ、いいですよ、いいですよ。わかりました。じゃあ、貼っつけときます。そう、なんかね、前回、先々週ぐらいに FM 宜野湾の宜野湾スタイルに出てて、はい、あ、出るんだと思って、出るんだと思って、あ、じゃあ、こっちも呼ぼうみたいな。そういう、そう、つながりだったんです。はい、そうですね、急遽お願いして出てもらったという。感じです、はい。今後ともお願いします。あ、はい、よろしくお願いします。急すぎて、はい。この私でよければ、はい、やった、よろしくお願いします。ということで、どうしよう、残り6分。まだね、時間あるんです。全然ある。
話したいことあります？話したいことですか。確かに、なんか今後どうしていきたいみたいな話あります？そうですね、あの今後あの私フミヤとしてですね、はい、やっていきたいことのお話しさせていただくと、はい、やはりあの皆さんのね応援をしていきたいなと思っております。ただ私ができる応援の仕方がやっぱ写真でしかないので、はい、そちらをねどうやってあの皆さんの強みに生かせるかとかいろいろ考えていますので、うん、もし何かアイディアがあればねどしどしいただけたらな、私のインスタの方まで、はい、インスタまでこぎつけてもらってどうにかこうにか、はい、こうにかこうにかと思ってます。やはりあのなんて言うんでしょう、今はあの結構ねあのダブルワークがね、許される時代にもなってきてますので、うん、あの自分がやりたかったこと、今から挑むこととか、そういった方をすごく応援したいなと思ってます。はい、なのでね、あの勇気が出ないとか、なんかやっぱりね、人失敗することをね恐れるので、恐れますね、だから今回お願いした曲やってみよう、そういったところに、はい、繋がってきてるんですよ。私のね、なんでしょう、活動のなんて言えばいいんですか、この曲っていうのが、うん、アニアさんのやってみようだったので、はい、なんかちょっと心がね、そう、心がね、うんってなった時に、とりあえずやってみようっつって、転ぶんだったら前向きに転ぼうぜっていう、ね、そういう素晴らしい歌詞もね、私の中でググッと言ってますのでね、ぜひ何かやってみたいと思う方は、私応援しますので。応援しに行きたいみたいな感じで、はい、DM を送ってください、相手ちょうだい確かにな、でも私もなんかそんな感じがします。なんか私もこの何だったかな、この ISD の、 あの一番上の講座があるんですけど、あれを受けるときになんか1年のテーマの曲を決めてくださいみたいに言われて、うん、なんか出たのが確かにワニマのやってみようでした。おー、そう、今聞いててなんかどっかで聞いたことあるな、あこれじゃんみたいな。そう、じゃあトニーさんも選んでたっていう、そう、あら、ま、でした。いやー、ここに繋がってたんですね。でもいいですね、なんかこの1年のね自分のその目標のテーマソングみたいなの、あ、そう、決めるってなんか面白い、うん、そう、なんか意外とその通りになっていくなって思って、そうなので、すごい12月まであと 2,3 ヶ月ぐらい、2ヶ月かぐらいなんですけど、まだまだ走ろうと思います、私は。はい、ということで、どうしよう。でまだもうちょいありますけど、そうですね、何か他にもう告知足りないことはないですか？告知することはね、基本的に私のことについてあまり話することないんですよ、うん、ただのマスクかぶっておっさんなんで、はい、でももしこのフミヤさんにつながりたいなとか面白そうだなっていう人がいて、で私の商材を取ってほしいっていう方がいたら、フミヤさんにぜひ連絡をしてください、はい、あ、私も全然つなげるので連絡ください。そう。ただ、はい、組屋さんの、この写真を撮るっていうのには条件があるんですよね、イベントで。はい。うん、はい。それを。どんな条件が？本当そうです。基本的に、まあ。マルシェ的な話になりますけども、マルシェを、主催してる方ですね。その方からダイレクトに私の方に、連絡をいただけたら、撮影しに参ります。これ無償でさせていただいていることなんですけど、この、何ですかね、主催の方がね、出展者のために動くっていう行為が私は好きなんですよ。うん、逆に出展者が、こういう人いるよっていうアドバイスくれて、で、逆に出展者からお願いされることがあるんですね。それは、出展者が頑張ってるので、はい、じゃなくて、そのね、主催がね、めっちゃ大事。ぜひ動いてほしい、うん、その方がね、なんか皆さんのね輪も綺麗に整うかなとも思いますし、確かに、うん、大丈夫かな、これで全然なので、もし、あ、私撮ってほしいけどなんかっていう人は一度主催者に確認を取ってから、うん、文也さんにご連絡っていう形で、はい、お願いします、はい。よろしくお願いします。はい。どうですかみたいな感じ。めっちゃいい写真撮ってくれるんで、本当に。なんでハードル上げるんだろうね。ただ私は楽しんで遊んでる空気感で行きますのでね。はい。
ただうるさくなることは覚悟してください。めちゃくちゃ喋ってます。ぜひということで今週はこの辺で終わりたいと思います、はい、なんだっけ終わり方忘れた。トニーとフミヤとミキさんのマナミンさんでした。バイバーイ。そう、とって言われたらそうだ、そうですよね。大丈夫大丈夫、マスク外しても大丈夫？全然大丈夫。終わりますね。バイバーイ。